熱中症は誰にでも起こるんだなっていうのはもう実感しております急速に進行して最も重度に熱重度の熱射病というのは命に生命に関わる病気である水戸吉で開かれた熱中症対策に関する健康会議です水戸吉と製薬会社の大塚製薬が去年協定を結んだことから開催されたもので環境省や香川県 消防や医師会などおよそ30人が参加しました先月運用が始まった熱中症特別警戒アラートが発表された場合公共や民間のエアコンが効いた施設を開放することが求められます三戸市は簡易郵便局を除く市内17の郵便局と夢タウン三戸をクーリングスポットとして市民に利用してもらう計画だと話しました 郵便局の中でカ、えードを冷やしていただいたり、えー、もし万が一ですね、あの体調を崩された場合にお休みいただくと。また、香川県と大塚製薬が連携して来月下旬からセブンイレブンの店頭で熱中症対策の啓発をすることなどが報告されました。